久保さん、今回ね、さっきね、コンサルちょっとしてたんですけども、あの、お客さんの対応についてこう、いろいろと揉んでたんですけど、まあ、お客さんを褒めるってことですね。そう、褒めるっていう。お客さんを褒めるっていう。これはね、僕はね、昔できなかったんですけど、いろいろこう、教えるっていうことをこう、ずっとやってきて、まあ、行き着いたのが、褒める8割、叱る2割みたいな感じですかね。うん。やっぱまあ、全員体育会系じゃないので、 でしかもその会社で褒められて出世して給料をもらってるっていう人が僕はお客さんじゃないんですよ。でどちらかっていうとまあ給料がもう少ないし会社で、うん、あんまりその目立たない存在だったりとかでは会社でその褒められるっていうことがあんまなかったりとかそういうお客さんが多いので、まあ、その会社で嫌なことあってまあいいことはないのに、まあ、僕から叱られると、まあ、そのやる気なくなっちゃうじゃないですか。<laughs> なので行動を促す上でまあ 褒めてあげるっていうことを意図的にやったりとか、まあ、してますよみたいな,なんかそういう話をねまたもっと細かい話をしてたんですけどだからこれがね自分が思ってることと自分は本当はこう思ってるんだけども行動を促すためにどうすればいいのかっていうのを最善策を考えた場合どっちの方が効果があるのかっていうね、うん、これは結構これも難しいんですけどであとはお客さんの状態によっても 時にはね、叱らないといけない、厳しく指導しないといけない時もあるので、その、その使い分けっていうのはね、非常に難しいですね。でもこれは、やっぱずっとやってると、まあ、身についてきますよね。結局、その、あ結局、あこういう伝え方、こういうふうに、この、今この状況でこういうふうにやったらダメなんだ、みたいな、めちゃめちゃいろんな失敗があって、学んで、今に行き着いてるので。 やっぱね、お客さんとのやりとりっていうのは非常に学びがありますよね。そのクレームもそうですけども、どういうふうに伝えて、どの状況でどういうふうに伝えるとどう伸びるのかっていう。うん。そう。なんかね、せっかく覚えたて料理を今覚えましたっていう時にあの、で、料理が楽しくなってきたっていう最初のステップの時に、お前そんな料理だったら誰も食わねえよっていう、なんか、 せっかく覚えたのに、それを叩き,の、ま、叩きのめされると、まあ、やる気はなかなか起きづらいですよね。だけど、初めてできたことに対して、しっかりと、それはすごいじゃないですか、みたいなね。よく僕がやってるのは、動画撮れなかった、今まで動画撮れなかった人に関しては、再生数はもちろん一番最初ってそんな上がんないじゃないですか、トレンド動画とかそういうのじゃなければ。 かまあ最初のステージとしては動画を撮れたことに対しては褒,褒めたりとかねいや行動できたことに対して褒めたりとかしますよね、うん、だってまあそれは実際そこ行動できなかったことができるようになったんで、まあ、そこはまああれなわけじゃないですか結果は出てないよ結果は出てないんだけどそのけ数字の結果は出てないんだけども行動の結果は出てるわけですよねだから数字の結果にフォーカスするんだったら全然カスタムサムネイルとかタイトルの SE も全然ダメだよって話になっちゃうんだけども だけど、行動できないことが行動できたっていう、そこのいい側面を取り出して、抜き取って、そこに対して、あの、リアクションしてあげるっていう。だから、人間の悪いところを見るって簡単なんですよね。いいところを見て、そこをこう、拡張するっていう。うん。これはね、でもね、まあ、難しいですね。僕も100%それをできるかっていうと100%ではないので、日々勉強ですね、失敗して。 でいっぱい失敗しましたね、僕も。もともとゴーストライターで裏方やってたんで、教えるってことやってなかったですから、うん。これはね、いろんな失敗がありますね、やっぱ今まで。で、その,その失敗し,てしたことによって、お客さん離れてたりとか、もうお客さん何人も離れましたからね、それで。あの言い過ぎたりとかして。<laughs> 結構ありますね。うん、僕、体育会系なんで。<laughs> そう。 まあ学びですねいろいろとでもやっぱお客さんから学びますよねやってるといろんな気づき発見が。うんはい行ってらっしゃい。